おいロロンド、どうしたのだ？いつになく真面目腐った顔をしおってからにロッシのやつにそれっぽいことを言われたのではあるまいな。そんなことより喜ぶがいいメルキドロクを読み解き、火を吹く石像を使った強力な防壁を編み出したのだ。鋼の守りならこの町をさらに強固に守れるだろう。鋼の守りを完成させるのだ。西の方角だ。以前の防壁は一度壊してくれても構わんぞ。鋼の大扉、お主なら思いつくはずだ。キラーン。鋼の大扉をひらめいた。とりあえずこの辺かい？あっつっつ、マジ勘弁してくださいよ。とりあえず置いてみよう。これマジ危ねえ。おお、恐ろしいね。素晴らしいですね。かっこいい。これじゃあもう裏口いらないよね。ここまでできちゃったら。入り口これにしちゃおうか。一番手前のとこ。ってことはお前危ねえんだ。一旦お前はさようならで、この敷いたやつを回収したい。で、鋼の守りをちょっと足場がこんな感じ？逆だな。こうでいいんだ。もう一個手前こうだな。場所が足りないって一回壊さないとこれダメなのかな。まあいいや、先パーツ集めてからにするか。もう全部足りてるだろう。不便になったな。まあ、俺が悪いんだ。あったあった。もう作れんじゃん。あれ、めちゃくちゃ楽勝じゃねえか、これ。ちょっと石炭だけ取ってこよう。石炭をください。石炭使いすぎちゃった。あ、誰かいる。庭園、庭園、庭園。人間さん、私が作った庭園どうですか？こんな庭園すぐに作ることできますよ。消火スコップを使えばいいんです。そのまま手に入れることができますよ。柵で囲めば OK よって。あいつね、おいら悔しいぞ。隣のあいつは里の造形化を目指して競っているんだが、どうやらあいつの方が才能があるらしい。人間、なんとか俺の庭園作り手伝ってくれないか。きっと秘密があるはずだ。あいつと同じのをここに作ってくれ。おう、任しとけ。あいつと全く同じのがいいんだな。装備スコップあるね。じゃああれだな、あいつと同じのを用意すればいいんだな。じゃあこれもらうな。あ、もらえない。ダメだ。これをこのまんま移植しようと思ったんだけどダメらしいね。よっ。ここはこのままで OK。チェ、丸々パクってやろうと思ったのに。これだ。もう全部一度、あの黄色いのはそのまんまで良さそうだね。てか思ったより取れちゃってびっくりしたぞ。サボテン、まずこれはここだね。そして白い花がここで、黄色い花がここで、サボテンがこれなんだろう、これ普通の草かな。サボテンの花と2個サボテンと3個サボテン、そして白い花があと3つ、ピンク色の花が1つ。探すところから始めないと。草はこれか？端っこにあった草は違う草だな。夜が近づいてきたけど、もうねこの強さになると夜とかどうでもよかったりする。夜は暗いんだよな。素材がないな。もっといろんなところに探しに行かないとダメかな。とりあえずここに導きの宝石みたいなやつがあったから、それを置こうかな。あるもの使わないと。とりあえず青、ここサボテン、サボテンください。浮いてる、あのサボテン浮いてる。1サボテン、2サボテン、3サボテン。これ3サボテンかな。おお、123全部あんじゃん。壊されないようにもうちょっとこっちであいつら倒そう。回転斬り一発、超強い。ドロップしねー。お肉ゲット。これと柱サボテン。ん？これどうしろってんの？浮いてるんですけど、どういうことなんですかね。おかしくねえかこれ。自分でやっててなんなんだけど、これおかしくないか取り方。まあいいけどさ。人間こっち。これも持ってないやつだな。お、砂漠草。あとは赤い花だな。あと薬草がこれか。これもまだ持ってなかった。癒し草の茂み。痛い痛い。赤い花はまだ手に入れたことがないぞ。今気づいたけど、これパクって持って帰れるんじゃない？いただきます。おしゃれテーブル。肉料理プレート。赤い花見つけたいな。どっかないかな。切り株もこれこのまま持っていけんのかな。あ、ダメだ。なんかやばそうな草あるぜ。青ウニソウ。これはてかアイテム結構種類多くね。紫の草とか大丈夫かな。こんなにアイテム増えて、そろそろ大きいボックスもいっぱいになりそうなんだけど。頂上もうちょっともらっときたいな。頂上の取り方おかしいよな。明らかにおかしいよなこれ。どうなってるの？赤い花が見当たらないのが悲しいな。よし、じゃあ自分のメルキドの周りで探してみますかね。鋼の守りはもうちょっと待て。あの造園のイベントを終わらしてからだ。モンスターが現れたのに寝ちゃった。大丈夫？大丈夫かい？よく寝た。モンスターは帰った？戦いに来たけど戦う人が寝ちゃったから帰っちゃった。ちょっと探してこようか。あと油が欲しいからスライム狩りかな。スライム狩りをしながらちょっと赤色の花を。見当たらないな。ちょっと遠出しますか。じゃあ時々手に入る種みたいなやつで育てないといけないのかもしれない。もしかするとなんかそんなんあったよね。これか、自分で育てなきゃいけないのかな。ピンク色の花が咲く植物。黄色の花もある。これを使ってお、咲いた咲いた。こういうことか。花が咲いたよ。でこうか。いただきます。これで大丈夫？足りたかな？ドラゴンさんでもぶっ殺してこようかな。はい、ドラゴンさん。ドラゴンさん。いたいた。気づくの早っ。好きあり。おい、余裕じゃねえか。こりゃ余裕だ。全然余裕じゃねえかよ、ほんと。はい、回転。はい、次は炎。ちょっとずれときゃ食らわない。次は回転。余裕もいいとこだわ。いて。火はけ火。棍棒だと1か0だもんな。それに比べたらその落差よ。さらばドラゴンさん。痛い痛い。フィニッシュ。楽勝楽勝。初めてのくつろぎソファーを手に入れた。さーて、それじゃああそこ行っちゃおうかな。こっちこっち。毒の沼地のウドラーさんも何匹か倒しとこうかな。ウッドラーさん、遊ぼう。しっかりとした草、しっかりとした草。結構あるな。まだあるな。てかウドラー多すぎじゃね？そらこんな毒の水で成長したら性格もひね曲がるわな。世界中の歯ください。痛くねえ。力押しでいいわ。こんだけ強かったら。ほらドロップしろよ。なんか落とせ。さすがに沼地の中では戦いたくない。そんな痛くない。これ何ができるか。太い棒だ。いいや、突っ込め。おっそ。なんもドロップしねえ。元気だね、子供たちは。このでっかい木はどうだい？おー、ガナブチ。あんま関係ねえな。大電切りそこしばらくね。よし来た。枯れ木の違うな、沼の枯れた木みたいな感じのアイテムだっけ。レアドロップ落としていいんだぜ。今ウドラーさん湧いたね、多分その瞬間が見えたか。お、来た。倒れた巨木。でも特に何にも思い浮かばない。はい、到着。見てごらん。ここにまずは整理。いらないものを、やばい、アイテム欄がそろそろやばい。用意すべきは花です。サボテンの頂上、サボテンの花、砂漠草、そしてサボテンの柱。一応この辺も持っとくかな。ここが桃色の花、ここが白い花、こことここも白い花で、サボテンの柱が2つ、そして頂上に頭、サボテンの柱、頭、そしてサボテンの花で、薬草のやつと砂漠草かな。これで完成じゃないかな。これじゃないな。剣振ると大変なことになりそうで怖い。これで。で、あと薬草のこれだな。完成！大木槌の庭園を完成させた。やったぜ！なんかちょうだい！なんかちょうだい！あいつと同じ庭園を作ってくれたのか、助かったぜ。長老のお題は完成だ。里の造営家になれるぜ。自分で作ったものじゃない、ずるじゃないか。うるさい、そんな硬いこと言うなよ。昔人間が使っていたこいつをやるから、長老には黙っててくれ。ベンチ。そんなにろくなもんじゃねえな、おい。ずるだって言われちまったろ。やっぱり一から造園を勉強しようと思ってんだ。満足のいく造園ができたら真っ先に見て感想を言ってくれ。庭園友達なんだからよ。よし、回収。素晴らしい。ご自分の手で庭園を作り上げたんですね。あなたなら長老の出した造園家になるためのお題もこなせるでしょう。え、小さな庭園が長老のお題じゃないかですって。ははは、ご冗談を。こんな簡単な庭園が長老のお題だなんて。よかったら長老のお題である大木槌庭園の設計図を差し上げます。大木槌ではないあなたには我々の里の造園家にはなれませんが、気が向いたら作ってみてください。ありがとう。よーし、完成じゃ。帰る前にお墓のところに宝石置いてこう。せっかくだし。そして一応情報をちょっと確認しておこう。お墓を建ててくれるドムドーラのお口にいるよと。すごく遠いけどいつか行けるんじゃないかなと。 OK、 じゃあまた今度な。キメラの翼、危ない。いいねこの絵。さて次行く前にいろいろやっとくかねと。まずはキメラの翼を大量に作っておく。そして松明を、大量に作りたいけどあんまり太い枝がないな。しゃあない。でも松明はいっぱいやって困るもんじゃないからね。5セットぐらい作っとこう。そして他に作りたいと思うものは特にない。バリケードがいっぱいいるね。そして設計図ちょっと見とこうかな。大木槌の庭園どんなんだろう。結構場所取るな。これ街の中に作れるかな。厳しいな。街の中に作ろうと思うとこの宿屋を完全に破壊してしまった方がいいレベルですよ。ここいらないからこの辺これ崩してここの辺に作っちゃおうかな。これだったら別のところに移設できるし。通路が4つは使いすぎだよね。つか俺の部屋がね無駄にでかいんだよね。さあお食事チェック。鋼の守り作ったらどうせまた竜王バトルでしょっていう。お肉うさぎステーキを作る。生肉が全然出ない。キノコとニュースイープ。石炭もそんなにほど集まってないな。うさまめバーガー。よし。なんかいいものできてないかい。何にもできてない。これもいらねえな。もうここで誰も仕事してないもんな。奥では作ってるけど。はい、キノコ。俺の主食はキノコである。んで仕事してるかな。おお、植木鉢いいね。あ、初めてなんだけど。アイテムがいっぱいになってしまった。もうすぐいっぱいになっちゃうな。ここもほんと危ないわ。いっぱいになったらいらないものをちょっと削っていかないとね。よし準備完了だ。じゃあ今日はちょっと早いけどお食事だけしてとっとと寝ちゃおう。お、まだ夕方だけど私は寝るぞ。起きたらセーブ。